なんかすごいです、感動してます、なんかすごいな。体を上にやるとこう、すごい。で白い丸があるので、それを3つ通過すると、はい、黄金の折り鶴が出てきます。でこれ下ですね。下に。あもう無理だ。そうですね。でこう。あ無理ですね。無理ですね。お好きな絵柄を選んでみてください。じゃあさっき見た招き猫。こちら招き猫で、はい、じゃあ招き猫お持ちしますね。千羽鶴折りたい。そうなんですよ、本当は千羽売りたかったです。久しぶりに降りました。めっちゃ久しぶりに、あでもなんか時々お菓子のなんか余った紙とかで地味に暇の時に作ってました。あそうなんですか、はい、まあ、自然とじゃあ折れるようになってる。そうですね、自然とできました。こちらはですね、折り鶴の壁の投入にご案内いたします、はい、高いところ大丈夫ですか。大丈夫です、はい、床と壁ガラス張りになってまして、はい、左奥に投入口がございます。で折り鶴投入していただいて、足元か上から見ていただくと前降りていく様子ご覧になっていただけます。すごい。行きます。落とします。あ、くるくる回ってる。もう綺麗に落ちました。すごい。くるくる回るといいみたいな。めっちゃ綺麗にくるくる回ってました。嬉しい。こちらはですね、この3面を合わせまして、ここから見える実際の映像をこちらに表してまして、はい、1945年原爆投下から現在に向かって復興している様子を表しております。ここがあの原爆投下目標になった相生橋ですね、はい、でここに原爆ドームがあって、でこれが戦後1945年と1957年の写真があったので、それに基づいて作られてます。こう復興していく様子をこう見ていただくことができます。はい、すごい。それこそ平岡美月がメンバーの美月がみっちゃんってあだ名なんですよ。あ、はいはい、でそれでみっちゃんってお好み焼き屋さんがあるから行ってみたいな、どっちのみっちゃんも思い浮かべちゃいます、はい